はい、山口俊です。本日なんと、禁煙開始から、100日目です。100日目達成いたしました。おめでとうございます。本当にね、まあ、つい先日メインチャンネルの方でね、3ヶ月目達成しましたよっていう動画をね、上げたところなんですけれども、なんと禁煙チャレンジ、今日が100日目でございます。やりましたね。ついに、まあ、禁煙に関して言えばね、3日坊主にもならないっていうね、やめますっつって、ね、やめますっつってその日のもう夕方にはもうバカバカ吸ってるっていうね、これまでの失敗パターンでしたけれどもね、とうとう100日目来ましたよ。で、まあそのメインチャンネルの方にね、3ヶ月達成した時の禁煙が何日目が辛いのかっていう動画をもう上げたんでね、もしよかったら見てください。でね、まあ、よく言うんですけど、タバコを吸ってる人は超高額納税者だと。で、まあ、タバコの代金のね、6割ぐらいだったかな。まあ、正確な数字じゃないんですけども、6割ぐらいは、国庫の方にね、税金として納められるそうですから。で、その予算っていうのはね、これだけ、なんだろうな、禁煙が叫ばれてる中もですね、毎年一定の額なんですよね。毎年2兆円のまま、計上してます。ということはですね、今吸ってるあなたから2兆円いただきますということなんでね、もうこんなバカバカしい話ないんで、ね、やめた方がいいと思いますけど。で、まあ、こういう話してもね、吸ってる人からしたらね、余計なお世話だよっていうところなんでしょうけどね。うん。いくら税金がかかってるって言われたところで、別にやめるためのモチベーションにはならないんだよね。それは僕もそうだったんでわかりますね。でね、結局いくらになっても多分ね、やめらんないと思いますね。で、今はね、世界でタバコが一番高い国っていうのが、南半球のオーストラリアなんですよね。で、マルボロが確かね、一箱2700円ぐらいだったかな。だから、オーストラリアドルっていうのが100円ぐらいなんで、まあ27ドルとかですよね。とんでもない額ですよ。そのうちもう30ドルとかね、日本円にして一箱3000円とかなっちゃうですよ。で、南半球はでも高いですよね。ニュージーランドとかオーストラリアとかね、タバコ高いんですよ。でね、僕がその、ニュージーランドにワホリ行ってたんが20年前だったんですよ。ちょうど今から20年前。20年前の今頃、ニュージーランドにいたんですよ。で、その時でも、タバコ高かったんです。もう10ドルは行ってたんですよね。12ドルとかでした。マルボロとかでね。で、その後、オーストラリアもね、隣なんで行ったんですよ。だ、世界一タバコ高い、オーストラリアね。で、それが2004年ぐらいだったのかな、年またいで。ニュージーのワーホリの後行ったオーストラリアでも、すでにね、13ドル、4ドルぐらいでしたね。うん、当時は、確か100円は行ってなかったから、オーストラリアのドルが88円とかだったんで、でも日本円にしたらもうその時点で1000円超えてたんですよ。1200円ぐらいだったんですよね。でもそれでもやめない。うん、当時、まあ僕も20年前だから27かぐらいだったんで、まあ、その健康に問題なんかないしね、もう金はなくても、ね、1000円以上するタバコを吸ってましたからね。やっぱり本当に体悪くしたりしないと、もういくらだよって言われても多分やめないんですよね。うん。それわかりますね。まあ今日は暑いんでちょっとそんなに長く喋ってられないんですけれども、禁煙100日目っていうことでね。で、よくその禁煙すると太るんじゃないのみたいな話をね。特に女性の方気になると思うんですよね。実際のところどうなんだと。で、まあ山口がもう3ヶ月以上禁煙してますんで、今日100日目ですから、禁煙のね。で、実際のところどうなんだっていう僕のね、僕のデータをちょっと今日はお話ししようかなと思って。で、まあ、結論から言ったがいいっすね。禁煙ね、するとね、
あの、ぶっちゃけですよ。あの、確かに、はい、太ります。ええ。これはまあ、間違いなく、一時ね、一時太ります。っていうのもですね、メカニズムはよくわかんないんですけども、タバコやめるとね、なぜかあのね、代謝が悪くなるらしいんですよ。基礎代謝がね。うん。で、そこに来て、あの、要はその下がった基礎代謝を元に戻そうとするんで、で、そこで食べたいと思うようになるらしいんですよね。いや、食べることによって基礎代謝って上がるんですよ。で、そこで味覚は戻るっていうのもあるんですけれども、タバコ吸ってた時に比べると食欲が増すと。で、要はその代謝を戻そうとする働きが加わるんで、吸ってた頃以上に、食べてしまうということらしいんですよね。で、まあ、そういった基礎代謝が下がるところに来て食欲も増すんで、当然太りますと。タバコやめるとね。タバコをやめてめちゃ太ったっていう人結構多いんですよね。でね、これが、まあ、一般的に言われてるのは、2、3キロ太るらしいですね。タバコをやめるとね。で、そうなんですけども、次第に代謝の方がね、元の基礎代謝に戻るんで、だんだん消費カロリーも元に戻るんで、やがて戻りますと。元の吸ってた頃と同じ体重に戻りますよ。で、まあそのスパンっていうのは人によって違うんですけども、だいたいまあ2ヶ月か3ヶ月ぐらいで、元に戻りますということですね。でもまあ考えによったらね、健康的な体に戻るってことなんで、まあ2、3キロ太るぐらいはいいんじゃないかとね。一時ですから、それもね。で、まあ私のこの100日間のデータをちゃんと取ってますから、今日はそれをお話ししてね、終わりにしようと思ってます。はい。でですね、私が4月の16日からタバコをやめてるんですよ。で、今日が100日目っていうことでね。そうだな。173.6センチなんで、身長が約174センチと考えていいですね、私の。で、その当時3ヶ月前が、体重で言うとね、55.6 キロでしたと。まあ、身長からすると BMI だともう18点いくつとかなんで、もうほぼガリガリに近い感じでしたね。だから、まあ、適正体重から言うとマイナス10キロぐらい低いと。で、65キロぐらいで僕の場合だと適正体重だと。だ10キロぐらい太んないとダメだよっていうのが3ヶ月前だったんですけども。で、タバコやめてどうなったかっていうことなんですけども、まず、禁煙しました。1ヶ月目。はい。5月16日の体重。なんとですね、59.2 キロ。55.6 から、まあ、4キロまでいかないけど、3.6 キロ太りましたよね。1ヶ月目ね。あれ、これ60キロいっちゃうかな思って。やっぱり、タバコやめると太るって本当なんだなっていう。この時点ではね、1ヶ月目で 3.6 キロぐらい増えてました。はいはいはい。でね、思えばね、タバコをやめて1ヶ月目でしょ。で、同時に酒もやめたんですよ。で、とりあえず、たくさん食べないと、その、排気臭の方がね、どんどん進行しちゃうぞ、みたいな。もう、バカ食いしてたんですよ。バカ食いしてたんでね。で、確かに甘いものがめちゃくちゃ、それまであんまり好きじゃなかったのに、甘いもんめちゃめちゃうまいなって思うようになってましたね。それが、禁煙してから1ヶ月目の5月16日。体重で言うと 59.2 キロ。まあ、ほぼ、3.6 キロぐらい太ってましたね。で、これがまたね、禁煙してから2ヶ月目。はい、その1ヶ月後。はい。6月16日時点での体重はですね、58.2 キロ。はい。2.6 ぐらい増えてましたかと。で、まあ1ヶ月前に比べると、まあ1キロぐらい落ちてましたね。6月16日が、58.2 キロでした。で、今日ですね、もう3ヶ月目も通り越して、100日目の今日、はい、今朝体重測りました。これが、
57.5 キロでしたね。はい。で、3ヶ月前と比べると、3ヶ月前が 55.6 キロだったんで、プラス 1.9 キロ。まあ、約2キロぐらいは増えた計算になりますね。でもまあ、見た感じはあまり変わってないんですよ。っていうのも酒もやめたんで、むくみが全然なくなってるんでね、逆になんかね、ウエストとか細くなったような気がしますね。タバコやめると太るっていうのは本当です。はい。一般的に2キロか3キロぐらいは太ります。で、100日時点の僕がプラス 1.9 キロでしたね。これがまあ真実ですね。確かにね、タバコやめると太るというのは本当らしいですね。ただ、まあ僕の場合でもそうですけど、だんだん元に、ね、元の56キロくらいにまた戻りつつあるんで、まあ一時ですよっていうこと。でもタバコやめることによるメリットの方がね、はるかに大きいですから。まあ、まあ僕だったら、ね、絶対禁煙おすすめですけどね。まあそんな感じでね、今日は禁煙100日目達成したので、禁煙すると太るかどうかっていうことをね、100日目の僕のデータをちょっと紹介してみました。はい、そんな感じでね、また次回もありがとうございました。お届けしますよ。バイバイ。もうちょっと暑いね、車の中が。こう動画回すんで今我慢してエアコン切ってるんですけどそろそろやばくなってきたんで、さよなら。ありがとう。ちょっと長くなっちゃった今日は。はい、バイバイ。